はい、カネさんです。まあ、対面久しぶり、めっちゃ嬉しい。やっと気持ちに余裕ができました。なんかいろんなことがあったでしょう。ああ、しんどかったわ、すごい。僕自身はいろいろなことがあって、まあ、気持ちに余裕がなかったかな、全然。あげたいなって、ショートはいっぱいあげてるんだけど、まあ、病院に行くからね、仕事してるからだけど、いや、しんどかったわ。なんか、まあ、考えすぎちゃよくないんだけど、安倍さんのこともあったし、なんかね、ちょっと胸が苦しかったね。で、最近、あ、これ、あ、すいません、これ買いました。はい。私の亀さんとその仲間たち、リンゴちゃん、アボカドちゃん、アボカドよね、アボカドちゃんと、これね、これ売っとるとこにね、探して何か新しいのないかなと思って見たら、あったんですよ。でこれがね、なんと、ね、1000円ぐらいするんだけど、1個。これね、500円だったの。これも。で、これ、お見つけちゃったのよ。これが。これ、父の日の自分のプレゼントね。自分で買った。これ買っちゃいました。これも500円でした。食パンちゃん。いいだろう？いいだろう？だって。いいでしょ。かわいいんよ、すごい。なんかめっちゃもちもちとるよね、これ。ね。はい。それだけなんだけどね。あ、ちょっと、君はここにおってね。お、足いいね、これね。はい。というわけで、今日は作りながら話したいと思います。今日ね、ウミガメ作ったじゃないですか。シータロウ。シータロウ？なんかね、英語でね、発音聞いたら、なんか、なんとか太郎みたいな発音で、めちゃめちゃ滑らかな発音だったら、シータロウ。という感じなのよ。俺、シータートルかと思っとって。だから、それを、ちょっと、あれから紹介させていただいてから何十個って作ったの？ 100 個は言ってないけど、何個作ったかな？ 50 個ぐらい作ったかな？でもう上げまくって。で、色を変えたりとか、作ってくださった方もいらっしゃったので、ツイッターで紹介してくれたり、まあ、素敵な色だろうなと思って。その方はオレンジと黄色で作ってたかな。で、作ってる間に、なんかね、発見があったのよ。あ、これこうしたらいいなとか、これもうちょっとなんだけど、バージョンアップしたものを今日作ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。色はね、これ海の綺麗な色で、この組み合わせすごいいいよね。これジェマールの160のアクアマリン、アクアマリンと、これピーチですね。サンゴ礁の色。行きますね。普通に作るように作るから、まあ細かいところはその変えたところだけ紹介したいと思います。まず膨らませて、でまずね、2つ作るの。2ピンチ2と普通に作るよ。で長さまあこのぐらいかな、15センチぐらいで、ここでね3ピンチ2と3つ作るの。3ピンチ2、あ、うるさいね。はい、よで戻ります。戻って降りる、降りて、これ最初のファーストバルーンは終わりです。はい、あら、カタちゃんどこ、カタちゃん、はい、カタちゃんカットします。これ取っとくてね、使うよ。抜きながら片手結びで結ぶととても簡単なので、再生リストで見てください。まず一つ、次、次は色を変えます。ピーチ、あ、このぐらいあれば十分です。これを、つけます。3つのところを、2つをどちらも巻いて、ちょっと山を決めます。背中のてっぺんを決めて、降りる、降りる、引っ張って回す、これを挟んで上に上がっていく。トゥー、あ、この前の、あ、この前胃のレントゲンの、伊藤氏のレントゲンのバイトに行ったんですよ。でね、行ったんだけどね、私もオタフソースあるでしょ。おたふくさんに行ったんだ。それ最後にね、外人の方が来たの、フィリピンの。で、英語頑張って、イングリッシュ OK とか言ってたら、イエーイとかって言うから、そういうだからやったら、あんま進みんかったね。
すごいショックだった。もう途中でイエイとかってやってくれるんですよ、その女性がね。俺、英語力ないわと思って、もうちょっと反省したよ。もう楽しいですよ、研修の仕事は。いろんな職場環境見れてね、車の部品作ってる工場行ったりね。ありがとうございます。はい、次、こうなりましたね。これが背中。これが、ストマックの方ね。お腹の方ね。はい、行きます。最後ね、これ。最後は、まあ、このぐらいあったら十分なんで、同じぐらいでいいかな。まずは、これは、あ、最初にこれだったな。ごめん。どっちでもいいよ。どっちでもいい。今の先作ってもいいし、残ったやつあったでしょ、これ。これを使います。足を作っとく。足。足作って、最後完成の方が綺麗かな。で、まあ、適当な長さで、なんでこういうのを用意しとったら指切らないんで、ペーパーカッターならぬ、安全カッター、セーフティーカッターを用意してください。で、半分にします。半分。半分にしたら、二つのところに、あえてこれ残してるでしょ。これを使ったりするの。これを使って、巻きつけて、引っ張る。ぐーんと引っ張ります。中に入れていい。こうなるでしょ。で、もうめっちゃうるさいな、これ。ちょっと、ちょっとうるさいな。はい、足ができました。で、最後ね、手を作ります。まず、このぐらい決めて、これ、この、一緒に回す、これと。まあ、好みで手の長さも決めてください。そしたら顔を作るんで、ちっちゃいループを作ります。はい、作りました。で、一周これを回しますね。もう一回回す。僕ね、引っ張りながら回すんです、絶対に。引っ張りながら回したら摩擦が減るから、割れるリスクは少なくなるかなと思いながら、やっています。引っ張るっていうのは、僕、タネさんの中では、子供たちの教える時も必須なんで、それ使うだけで全然違ってくるからね。これをこう、下に下ろします。一周しますね。下に下ろす。決めて、決めて、このピンチのところを一周して、上がる。アップ、アップ。ちょっと長めの方がいいと思います。まあ、お好みで。で、この、ここを通して、引っ張って隙間を作って、僕ね、思ったんだけど、ジェマールって、クワルテックスがね、もうほとんど王道だったから、クワルテックスはね、まあ、1.5 倍から2倍ぐらいするんですよ、値段が。で、ジェマールは、安いんです、すごい。で、こういう、なんかね、滑るからすごい作りやすいの。作るものによっては滑りすぎて作りにくいものもあるんだけど、それほとんどなくて、僕の場合は。本当に作りやすくて、この価格でこれでやられると、これで結構きついんじゃないかなと思いますね。ジェナールは透明風船がこれからまた販売されると思うんですけど、すぐ買いたいなと思っていて、今クワルテックスしか僕の中では手に入らないんで、あとハートとかもね、日本に入ってきつつあるんで、入ってきたらまた紹介しますね。一応こういう形になりました。これね、3ピンチでしょ ?3 ピンチ、これね、2個の間に顔を挟むような感じですね。こっちの方が安定するんだよね。で、下にピンチがあって、お腹にも色をつけました。一応。この方が安定するかなと思って。なんか亀って、なんかこうなってるじゃん。こうなってない?こう、よくこれ見たときに、手がこうなるときあるでしょ?こう。これがね、いいよね。なんか上に行っとったら、もっと行くんだけど、本当は。このぐらい行くよね、亀。こうなるから。あとはなんかね、表したら、やりいいかなーと思ったりしています。すごいよ。あ、そうそう。あのね、うちの病院って、
もうこの101歳のおじいちゃんけどな、98歳とか100歳とか結構たまにいらっしゃるんですけども、入院患者さんとか外来でカメラあげたらね、めっちゃ喜ぶんよね。でね、僕ね、あえてね、クイズにするの最初。撮影が終わって、で、これなんかわかるっつって言ったら、カメって言うんだよね。カメじゃなくて。カメって上がるんだよ。カメみんな、めちゃめちゃ喜んで持って帰ってくれる。病室にね。で、また飾ってもらうんだけど、いやー、なんかいいね。反応がいい。おばあちゃんの反応がいい。はい。できました。変わったところは、上が3ピンチになったところと、お腹が色がついたってことで、今日は、相性のいい、ジェマールの、ジェマール色がいいよね。この色はね、クラテックスもいいんだけど、クラテックスだったらスプリンググリーンとか僕大好きで、スプリンググリーンとか、あとアイボリーね、アイボリーとか好きでしょ。でもそれはジェマールにはないのよね、あの色はね。ジェマールはジェマールの良さがあって、色のトーンが柔らかかったり、で、とにかく作りやすい、すごい。柔らかく、こう、滑るからね。作りやすいと思っています。で、この夏はね、もう僕の憧れの地でもあるんだけど、ハワイ島をイメージしながらいっぱい作ってはいるんだけど、いつかハワイ島に行くのも夢なんですよ。昔からね、加藤健一さんっていう方の本読んで、もう20年以上前かな。だから楽園ハワイ島で暮らすっていう本があって、それを見てからのハワイ島への憧れがすごく強いですね。だからいつか行ってみたいなと思っています。はい、今日はシータローのバージョンアップパート2を紹介させていただきました。わー、これ遊び用に持っていこう。遊び用にあるんで神田さんにあげます。はい、それではまたお会いしましょう。 See you next time! バイバイ、みんな体気をつけてね。